はい、どうも、おはようございます。和道です。今日は2019年の、3月の14日、8時47分です。皆さんよろしくお願いします。YouTube のね、動画を見てみたら、最後に走ったのが2月の18日なんで、ごめんなさい。3週間以上サボってました。この最後の練習28回目が、捨て頃練習28回目が2月の18日なのね。 YouTube 見たら。だから1ヶ月間サボってます。ごめんなさい。体はもう全回復してるところかな、待ってるんで、今日からまた走ろうと思います。応援よろしくお願いします。おはよう。じゃあ走りましょう。全力疾走で、多分体なまりまくってます。5キロ走ります。よいしょ。今日は29分台で、29分台で行きましょう。絶対に。多分もう筋肉痛になるし、多分、止まりまくって、おそらく30分以上かかると思うけど、疲れはないです。筋肉痛もないです。ただ、飯食って2キロぐらい太ってるんで、ダッシュは今日はなしで行きます。おー、コロミー、久しぶり。最近放送やってなくない？コロミちゃんいらっしゃい。俺のコロミ来た。よいしょ。しろ。じゃあタイムキーパー誰かお願いします。太ったな。顔パンパン。映像音声問題ないですか？ダッシュは無理だね、今日は。リハビリだね。まあでも、なんだろう、走り始めよりはいけるはずだ。50分とか40分かからないはずだから、そこら辺は、やってみないと分かんないけど。10分から走り始めます。わお、ありがとうございます。花火ありがとう。サンキューです。しゃあ。今何時だ？8時50分か。ありがとうね、匿名さん。花火ナイス。うん、ありがとう。頑張るぞ。このみちゃん配信やってる？最近頑張ろう。風船ハートありがとう。準備運動しっかりね。みーすけからもらったウェアかっこいいけど、体のバランスが崩れてて走れるかな。多分明日筋肉痛だろうね。うわー、体かっていい天気だ。お、ボン来たってことはタイムキーパー任せていい感じかい。30分切れるかな。ちょっと1ヶ月はサボりすぎたな。よっしゃ、よし、ボンが来てくれて助かるわ。気合い入れようね。気合い入れましょう。電波問題ない？みんな応援、あれ音が来てないか。さあ、これで OK かな。入れてきましょう。10分から準備運動入念にやろう。さん頑張れ、夢中になろう。10分開始。10分開始でいい。10分開始。ごま塩さん来てるよ。 OK。 今日は30分切る。29分台で持ってる体力1回使い切ります。全力でいきます。多分ね、28分台は無理だと思うんだよな。体がなまってて、30分が4日間切れなくて体休めるっつったから。今日オールしたから間違えて寝たらごめんね。いいよいいよ、寝て、自由に行こう。俺も自由に、起きてる時やるから、見たい時見て。知らんけどさ。お、知らんけど、おはよう。昨日はサンキュー。1ヶ月だよ。3週間ぐらいだと思ったら1ヶ月サボってるわ。さすがにサボりすぎ。ちょっとね。そうそう、さん頼むぞ。チケット取ったんだからだ。
それは知らん。それはクレーマー便所太郎に。ごま塩さん、俺もオール W。オッケー。そうだよね。今度は勝者の祝杯をね、あげたいもんね。まあでもこれで逆に早くなって30分以内に走れたらいいってことだよね。休んだ甲斐があったってことだよね。休憩成功。このみんさん、最後に和道さん勝つの見たいんだけど。じゃあ走らせて。KTR3 はドツ。はい、和道つ。右足はちょっとなんかおかしいな。なんかかかとが痛い、かかとつうか足首が痛い、内側が。まあ走ってたら治るっしょ。ちょっと右足首ひねってるね。じゃあいい汗かいてぐっすり寝るぞ。みんな30分きれいきれいって書いてね。休むな、走れって、ポジティブな言葉ちょうだい。もう走ってる時夢中で走ってるから余計なことを言わないで。3度目の正直で勝ちに行こね。ねえ、いい試合よね。最高の試合しましょう。30分絶対切る、全力疾走、インパルス走る、永久不滅記憶。なんだっけ、ペコのセリフ思い出せないな。なんだっけ、誰のみんさん、和道さんの試合見て涙を流したい。俺の試合で泣いたら終わりだよ。試合だと思って走ります。30分切る、絶対切る、いくぞ。切れるかな。気合い入れてこうね。このみんさん、それくらい感動させてください。全力でいくよ。走れ走れ、ポジティブな言葉ちょうだいね。ポジティブな。タイムキーパーはボンがやってくれるから、とにかく応援して。声援の練習だから。おましおさんは動産ならいける位置。うん。でもこのみんさん、よし走ろう。4日間走れなかったからね。4日間走って30分切れなくてもうやばいと思って、でドルさんに相談したらオーバーワークだから休めって。でもさすがに10日目ぐらいから、ワドちょっともう走った方がいいんじゃねえかって言われて。いい天気だね。いい天気。10日目ぐらいから、ワド、あのドレさんからワドちょっとサボりすぎじゃない？今日はやろう。今日はやろう。今日は走ろう。全力疾走で。試合だと思って。体力使い切ろうね。倒れるように。今日上がった花火はちょっとダッシュ抜きます。このみんさん、よしゃ。リハビリで一回体力使い切って、自分の今の体力測りたいんで、ちょっとロードワークの5キロだけ専念します。じゃあ1分前かな。1分前。ボン頼むよ。ボンいる？ボンがトイレとか行ったら誰か、あのタイムキーパーみんな書いてね。1分経過だよとか、頑張れとか、残り何分だよとか、みんなも書いてね。暇な人は。ボンさん OK。このみんさん、筋肉使う感じ気持ちいいよね。どんだけなまってるか。全力でいきます。40秒前。さあ今の和道はどんな感じか、体調復活したか、なまりきってるか。1ヶ月ぶりの5キロです。そもそも5キロ走れんのかっていうね。いきましょう。飛ばし気味にいきますね。前半10秒前。田中さん頑張れ。スタート。あ、重
重い。あなた重い。重い。これはまずい。あ、走り方忘れてる。やばい。太ももが重い。体重い。もうダメだ。違う。太ももが重いんだって。やばいこれ。あ、膝痛い。あ、これやばいな。これはやばい。うわ。普通になりやがれ。うわ、嘘だろ。やばい。マジか。やばいやばい。やばいな。ごま塩さん、まずはストレッチをしましょう W。これまずい。そうそうさん、トレーニングなめんなよ W。やば。これは重いからだ。このみんさんはしつらないように思い出してって走り方。体が重い。なんだこれ。もう遅れてる。
息が、やばい。息が戻らない。やばい。全部バーになってる。激こりマッサージさんだるいやつだな。肺がやばい。黒川さん、ハーハyou
30分。これ毎日走ってたのかよ、すげえな。肺が破れそう。田中さん風が気持ちよさそう。もう13分経過。息が入ってこない肺に。タバコもやめよう。タバコもブルームテックに完全に変える。みんな覚えといて、今吸ってるタバコでアウト。ブルームテックのみ。バルーンさん今日が積み重ねの1日目、このみんさんタバコやめよう。ブルームテックに変える。あれだったら肺へのダメージないから、水蒸気だから。あかん、もう間に合わん。ブルームテックは肺のダメージないから。いやー、全部バーになってるよ、全部バーになってる。余裕だったのにな。14分経過。マジか。全部か。このビンさん、普通のタバコ匂いも大嫌いだし、みんな電子タバコに変えてほしい。そうそう、3タイムキーパー精密になってきてるぞ。奇跡が起きてるぞ。田中さん、渋いおじさん頑張って。えい。みんな走らせて。前へ前へとか、進め進めとか。余計な情報いらない。シンプルでいい。シンプルでガツガツくれ。取り返そう。黒川さん、九州まで行きますか？
ブロックはブロック。マリウッサンコーキャード。もうとにかく前に進めて。猫の目さん頑張れ頑張れはどう。とにかく前。とにかく前。折り返し。さあ。田中さんが頑張れ頑張れ。そうそうさん騒ぐでこ。ゲイ。戻れ戻れ。了解。はいよ。今何分？もう39分経過。このみんさん1212。はい。OK OK。Okay。OK OK田中さん気合いだ気合いだ気合いだ丸井さんいいペースだよ OK 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 OK
ボケ。体温まってきた。いける。タイムは OK。 了解了解。オッケーオッケー、ワンツー、オッケー、オッケー、オッケー、了解、オッケー、オッケー、ラストラスト。23分、はい、はい、走れ。あ、止まるな、止まるな、前前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 止まるな、止まるな、止まるな、止まるなよ、止まるな、止まるなよ、止まるなよ、あと何分、止まるなよ、OK、 止まるなよ、前前前前、いけるいける、前前前、いけるいける、前前前前前、何分、
よ。OK。このミスターマンと5分男子、これやりきれるね。はい、止まんな、止まんなよ。ゴール。ベストタイム。最高記録タイだよ。戻ったところがベストタイムでだよ。並んだ16分40秒。戻ってる。休んで正解。26分大幅ベストタイ、ベストとタイ。46分41秒。ごま塩さん放送しながらよく行けたね。オッケー。さんせやだ。オッケー。あのね、気づいてたの、肺が間に合わなくて、体は筋肉負担ないの。さん、私も夢中になったよ。初めてゴール見た。体は強くなってんの、重いけど。超回復。肺が元に戻ってないの。体は筋肉痛にならない多分。すごい。すごい。体は疲れなかったの。肺だけだった、心臓と。いけるいける。いけます、みんな。ありがとう。今日のタイムキーパー、ボンと、すごい。超回復。強くなってる。今日タイムやってくれたのは、ボンとごま塩さん。ありがとうございます。ごま塩さん、喫煙者は、肺がきついから。肺だけ元に戻った。26分ジャストでいける。いいよいいよ。そうそう、さんには髪の色が出にいったの。はぁ、さんはとさん頑張ってくださいね。頑張るよ。よかった、強くなってる。はいだはいだ。コノミンさん、今日からタバコやめるって本当？ブルームテックに全部変える。残り3ヶ月だから。後半から肺が戻ったんだよ。今日から試合までプルームテック約束します。皆さん覚えておいてください。紙タバコダメ。もうこっから試合に仕上げよう。みんな注意して。ダメだよって。プルームテックは吸っていいよって。プルームテックは害ないんだって。実はね、前半の時点で1分まくってたので、後半ペース明らかに上がったね。そう、プルームテックは吸っていいけど、あれはもう水蒸気だから、ぶっちゃけた肺にダメージは一切ない。有害物質ニコチンだけだから。禁止、試合までダメだよって言って、口酸っぱく言って、プルームテックはいいけどダメ、絶対ダメって。これプルームテックさえずっと続けてたら勝てる確信に変わった。1ヶ月サボって好タイム出てるんだから、いける。横山みどりさん、あんだけ運動神経、横山みどりさんでも5分のタイム33分だったからね。この前のマラソンタイム見たら、体力モンスターと言われてるみどりさんより速いんだよ、5分の距離。
しかも市民ランナーだから多分信号ないし、みどりさんで33分だったの、確か33分30秒とかで、みどりさんの、まあ、みどりさんハーフマラソンだから25キロ走ったからペース落ちてるけど相当いい感じ、信号待ち込みだからね。いい感じ。よし、悪くない。強くなってる、無駄じゃなかった。ペースは乱れるね。今日良かったよ、今日良かった。肺だけ、肺がもうボロボロ、でも体力は上がってる。いや、あのね、不思議、俺絶対30分切れないと思ってたから、もう全力で走るって決めてて、ベストタイム出たの、ベストタイムとタイね、26分台出るとは思わなかった。積み重ねたもんは間違ってない。これ肺が戻ったらマジで26分切れっから。だからやっぱオーバーワークだったんだよ、もう30分、31分、32分が4日連続続いて、よかった。マリウさん感動しました。体は裏切ってない。肺はタバコだね、心の弱さだね。もうやめよう。勝てるよ、確実に勝てるよ、こうま続ければね。相手は50過ぎてるから体力持たないから、28日間は無駄じゃなかった。最初50分かかったんだよ、最初50分、最初の1週間40分かかって、で2週間目から30分切れるようになって。ここはね、なんだっけ、山手通りかな、中野坂上の山手通り。だから高低差すっごい坂道なの、奥見えないでしょ、こっち側も下り、いやこっち上りになってるでしょ、すっごいアップダウン激しい。で羽衣さん、いつも走る時間帯は朝、朝だね大体ね。好みさん、そこわかるわ、ここアップダウン激しいよね、中野坂上なんだけど、ここがすっごい高低差激しい。だから普通の5キロとはちょっと違う、信号待ち込みすっごい緩急あるところで坂下りでこのタイムだから、多分平坦なトラックだったら25分台走れる余裕で、マックスだったら24いける。そう、みやびなんか超嘘つきだから、5キロ走るわっつってあいつ23分で走ったからね、絶対嘘、22分と23分で5キロ走ったわってドヤ顔してたから、あいつ本当に嘘つきだから、走ってる俺は分かるから、そんなタイム出るわけねえ、あんなペースで。ナーボン見てたもんな、爆笑だよあんな。みやびあんな嘘つきに負けねえよ、あ爆笑だったよね。ボンなんかタイムキーパーやってるからびっくりしてたろ、22分で5キロ走れるわけねえだろ、あんな信号待ちしてて、で残り 300m ダッシュしますとか言って、走れるわけねえだろ。嘘つきは大嫌いだ、負けるよあいつ、自分に嘘ついてる時点であいつも負けだから。ボッコボコにしてやるわ。お別れタバコだけさすね。ダメ、お別れタバコダメ、一本。そういうとこだよね、お別れタバコ最後の一服ダメ、最後配信外でもう絶対吸わないから。私の分までよろしくお願いいたします。いや自分の分、自分のためにたとか。おばしおさんもちろん OKW。お別れタバコいい。お別れタバコ一本だけいい。ボンさんタイムキーパーなしだから騙される人いるだろうで、わらわらわら。いやあんな囲ってんのバカだよ。
後悔させてやっから。田中さんお別れの儀式。お別れタバコだけ。さんお別れタバコしよう。お別れタバコ、聖なるお別れタバコ、もう一本で捨てるから。お別れタバコ、これだけはもう吸わないから。お別れタバコ。うわー、でも26分で走ったな。このみんさん配信でお別れタバコしよう。しよう。ちゃんともう吸わないから。お別れタバコ。パピコさんとどいて終わったら吸えば。いや、お別れタバコで一旦もう部屋にあったら絶対吸っちゃうから。絶対吸っちゃうから。いや、あの配信で外では絶対吸わないから。ただちょっとイライラはするから、あのそこはあのちょっと八つ当たりは勘弁してね。それはもうリスナーに八つ当たりしまくるから。お別れタバコ、配信外では吸わない。絶対吸わない。プルームテックだけ吸う。あれは調べたの。セキソウさんはベニーのことは忘れなさい。繰り返すなよ、気分悪いな。ハイパークロちゃんさん、8つあたりすんのかよ。8つあたりはする。悪いけどタバコ吸えない分は8つあたりしてもいい。でもこれいけるよ。コノミンさん忘れてたのにわらわら。本当だよね。ゴマシオさん、確かにニコチンが抜け切るまではイライラするね。いや、プルームテックはニコチン入ってるから大丈夫なんだけど。田中さん、髪の毛の色と空の色が綺麗に見える。石像さん当たられたわら。いや、石像本当性格悪いよ、やめな。本当気分悪い。しゃあ、いやでも26分で走れたの感動すんな。強くなってるね。マピコさん、アイコスはどうですか？アイコスの方が有害物質多いの。俺が常にブルームテックって言って水蒸気なの。だからあの40度の熱の低温タバコで水蒸気で吸ってるから、要は肺へのダメージがないの。有害物質 99% カットなのね。田中さん、走りきれると思わなかったから見直したわ。走りきれるどころかね、ベストタイム出たんだぜ。すげえ、走ってて分かってたの。肺がもうはち切れるぐらい痛かったの、心臓と。要は体力、スタミナ面が落ちてるけど、体はもう全然疲れないの。足も痛くならない、つらない。しかも気づいたのがペースが速かったの。最初の信号3分で通ったのよ。あれと思って、3分半なのにと思って。コノミンさん、よっしゃ。でコノミンがワンツーって言ってくれたタイミングがすごく良くて、あ、このテンポだと思ってちょっとピッチ上げたの。コノミンのワンツーで1、2って書いてあるでしょ。あれで、ね、よし、ちょっとピッチ上げようと思ってワンツーワンツーのテンポで走ったの。ゴマシオさん、ブルームは USB チャージャーなくしちゃったのは。買いな買いな。あ、ていうかブルームテックなくしたんだ俺。どこ行ったんだろう、忘れてたわ。ブルームテックなくしたんだ俺。そうだ、え、そうだ、さっき気づいたんだ。プルームテックなくしたんだ俺。それは嬉しい。そう、コノミンのワンツーがね、実はねすげえね、あの今回のタイム引き出したんだよね。あれはぶっちゃけ助かった。そうだ、プルームテックどこ行ったんだろう。部屋の中でなくしたか、どっかになくしたんだよね俺。忘れてた。この前の撮影現場には持ってったんだよな。タイマー、よっしゃ。うわ、明日の筋肉痛なかったら最高だなこれ。ちょっと待って、お別れタバコの前にプルームテック探すわ。ごま塩さん、プルーム本体だけはあるんだけどな。このみんさん、AA 見つけなきゃタバコやめれないやん。ポンさん応援ありがとう。窓さん喜んでるね。いや助かったよ。プルームテック本体がどこだろう。ほらケースとか全部あるのに中身がないの。ここに入ってる。どこだ。どっかにあるはず。そうなんだよ。もうさっき吸おうと思って、あれないと思って。どっかにあってほしい。パピコさん、青の髪色似合いますね。ありがとう。コノミンさん、一体感あって楽しかったです。いや今日はねマジでね。ごま塩さん、チャージャーに刺してるとか。いや、チャージャーじゃない。
現場に持ってったんだよ。だから現場でなくしたかもしんないんだよな。まあそしたら。このビンさん家じゃないかもね。あ？家じゃなかったら現場。現場に持ってって帰ってきてなくしたから。もうそしたら買うしかねえな。3000円ぐらい。そんな、もうしょうがない。ADHD これあるあるだから。物、もうどっかに出かけたら必ずどっかになくすんだよね。これは子供の頃からだから、しょうがない。ないな。ハイパークロちゃんさん、机の端とかに落ちてない？このみんさん、とりあえずあるかもだから、探してみよう。かみこさん、わかるそれ。もうね、これは ADHD あるあるなの。絶対なくすの。あーねえな。やっぱ現場に忘れてんな、俺多分。ごま塩さん、俺も記憶障害になってからよくなくす W。それしょうがないよね、記憶障害。カオスも、カオスもそれでやられて大変だからね。あったわ、あったわ。机にあった。あった。じゃあ最後のお別れタバコ。パピコさんよかった。残り3本。この2本はじゃあどうしよっか。ごま塩さんよかった。いやこれ部屋にあったら。このみんさん私はしつこいくらいこれ部屋にあったらダメだからこれ折るわ。私。ごめんなさい。ごめんなさい。もうこれは折ります。はい。せーなくします。ごま塩さん3本は吸っちゃおう。ダメ。ダメダメ。もうラスト。ラスト1本。これね。試合まで。亀の新さん捨てろ。試合まで。パピコさん偉い。これ、最後、いただきます。ありがたく。試合の願掛け。ちょうど1ヶ月ぐらいだから。ラストかっこいいじゃねえか。ちょうど、ラストね。試合まで。試合後に、オフ会で、祖祖が来るから、祖祖と一緒にタバコ、祖祖はタバコ吸わないけど、試合に勝って吸いましょう。ジャムさん、やっぱタバコの方が吸いごたえあるの？あるある。全然違う。愛煙家がタバコやめるかんな。コノミンさん、オフ会するんだ。それ、コノミンも来ていいよ。亀の新さん、何の試合出るの？いただきます。イカ娘さん、おはようございます。よし。運動の後うめんだよな。試合前取っとこう。そうそうさん、タバコ付き合うよ W。一緒にそうじゃ。うまい。招き猫サンキュー。あーうまい。ごま塩さん、俺も今吸ってる W、うん。こっから先相棒はこいつね。相棒はこいつ。亀の新さん、何の試合出るんだ？いやーでも26分台はかっこいいでしょ。30分切れなかったんだぜ、4日連続で。これはこれはやった。ドレさんの言ってたの間違いなかったね。さすがだよ、ワードを止めろって。お前ダメだって、オーバーワークって顔に出てるって。もうと今すぐ止めろって。1週間でも10日でも休めって言ったの、ドレさんが強く。でも走らないと怖えって言ったの、ドレさんって。で、サボっちゃうからって、性格的にって。いいって。もう休めって。亀の新さん、マラソン出るの？うるせえな、こいつ。ペコポコランドさん、おはようございますから、ちょっとだけお邪魔します。おはよう、おはよう、ペコポコランド。このみんさん、相変わらず、ドレさんと仲良し？まあ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 、心配してくれてる感じだよね、ドレさんが。気にかけてくれてんだよ。もうほら、向こうが、なんだっけ、雅が、ボンさんを久田を、カズーンさんセコンドね、つけたから、さすがに、ね、前回の俺セコンドで習ってたのに、あれってなってるから、もう気使ってくれてんの。大丈夫かつって。コーチじゃねえからって。このみんさんいいね、うん。そういう関係素敵やん。そう。な、走ってんのもロムって見てんだって。ペコポコランドさんどうもです。ね、もうオーバーワークで無理だって。お前この回しやったら潰れるって。試合前に体壊すから今すぐ止めろってずっと言ってくれてて。で、もう、5月から、ラスト1ヶ月に技を仕込むから、それまではとにかく走れって。
走るのと腹筋。体幹強くしとけって。もう技は半年で覚えらんないからって。一個だけ託すからって。最後のバカの一つ覚えでいこうって。そう。それまではとにかく体力上げとけって。体力で勝ったら勝てるからって。で、必殺技はもう任せろって。もうバカの一つ覚え作戦でいくぞって。コノミンさん、ドレさんって熱い男に見える。いや、ファイターだから、練習してるやつが好きなんだよ、単純に。うん、ちゃんと見てる、あの人は。うん、ちゃんと見てる。いや、でも26分は自信ついたわ。26分は自信ついた。ピコさん、最後の一服はどうですか？苦しい。ヒューヒュー言ってる。これダメだ。体に悪い。試合までは捨てる。ジャムさん、アメスピ？いけるいける。確実に、前回までやってた2ヶ月のトレーニングは無駄じゃない。あとは本当にタバコやめて、本当に走り切ったら絶対勝てる。自信ついた。こんな感覚今までない。絶対走れないと思ったんだもん。30分切れないと思ったけど、体が走れるよって言ってんの。肺と心臓は破れそうだったけど、足が重たいのに、重りがついてるのに、走るの。疲れないよって。乳酸溜まってないよって。ペコポコランドさん、ありがとう。パフェありがとう。体が言ってんの。足が。もう、わかるのよ。毎日走ったから。タバコやめたらさらにスタミナつくね。勝てる。勝てる。マジで自信ついた。体は裏切らなかった。うん。28回は無駄じゃなかった。28回かける5キロって何キロ？ヒカルさん、おはよう。おはよう、ヒカルさん。アイテムありがとう。28かける5キロって何キロだ？マピクさん、絶対勝ってください。いけるよ。本当にタバコやめて、本当に毎日走ったらいける。自信がついた。絶対に嘘つきには勝てる。キャベツさん、140キロ。140キロ走ったんだもん。1ヶ月休んだのにベストタイム出たんだもん。まだ時間あるよ。3ヶ月。いける。ドレさんの言った通りだ。走ったやつが勝つんだよ。間違いない。いける。いける。これラストね。残り半分。毎日聞いていいよ。ワド、タバコ吸ってねえだろうなんて毎日聞いて。毎一枠。ワド、タバコ吸ってないかって。俺嘘つかない。みやびを倒して。嘘つかないから。吸っちゃったら吸っちゃったって言うから。でも俺は吸わない。もう、勝つ。決めた。もう肺さえなんとかなったら、2分2ラウンドで切れるわけがない、うん。このペースで走れてんだから。だって、時速計算しようか。ポンさん、いいね。お20個プレゼントしました。時速計算するよ。ポンさん、バーガーを2個プレゼントしました。コノミンさん、倒してほしい。オッケー。ポンさん、ハートを2個プレゼントしました。時速計算するわ。26分40秒でしょ？ 26 分40秒。かけ、おう、5キロ、5キロ走ったわけじゃん。ちょうど5キロ。計算。ちょっと待ってね。20、あ、0か、これ。計算。これ、今計算したんだけど。ゆりさん、おはようございます。信号がつかみね。時間が26分40秒。5キロ。計算。時速 11.25 だよ。超速いでしょ。あやさん、なんか痩せましたね。時速 11.25、 信号待ち、歩き込みでこの計算だよ。もし今日歩かなかったら、もっとトップで飛ばして肺が戻ったら12キロ行けっから。坂道、信号待ち、歩き込みでこのスピードだから、行ける。
いける。俺が今、一番体がいけてる。34年間で一番体が動いてるんだ。運動なんかしたことない。いける。やるよ。だって走る前と走った後で顔痩せてるでしょ。むくみ取れたでしょ。走る前とむくみ取れたでしょ。これだけ激しい運動やってんだから毎日。いけるよ。俺は勝てる。負けるわけね、あんな嘘つきに。ぶっ飛ばそう。スエさん太ってますね。絶対いける。おはようみんな。こいつさえやめたら俺は勝てるよ。こいつさえやめたら。絶対勝てる。すげえな。疲れが抜けたら早くなんだな。しかも体重も2キロ重りつけてるわけだからまだ早くなれる。ペコポコランドさん、風船を10個プレゼントしました。ごちそうさまでした。タバコ風船ありがとう。あとはこいつだね。吸いごたえねー。頑張ろう。こいつさえこのおしゃぶり加えてたら勝てるんだから。ドレさんの言った通りだったよ。とにかく走れ。このみんさん勝てる。勝てる。絶対勝てる。テクニック俺の方があるから、うん、唯一の問題点スタミナだけだから。パンチ力も俺、ディフェンスも俺だから。年齢的にスタミナ切れるわけないんだから。俺の勝ちだよこれ。俺の勝ち。こいつさえ手放さなきゃ。水蒸気だからもらったぜこれ。今回このみんさん勝ち決定だぜ。うん、続けたらね。続けたらね。だってみんな、えって言ったじゃん。26分で止まった時休んだと思ったでしょ。ペコポコランドさん、わー、花火ありがとう、ペコポコランド。うん、ありがとう。サンキュー。そそですら、えって言ったじゃん。大丈夫。後半ね、呼吸楽になったんだよね。ピッチャーが体温まって。紙タバコ吸ったら許さない。いや、本当に怒って。ボンさん花火どんちき。毎日聞いて。毎回聞いて。タバコ吸ってねえだろうなって、裏でって。俺はもう腹くくったから。タバコを絶対やめないって言った男だからね。これタバコさえやめたら勝てるわ。これ勝てるって感覚マジでもう確信。これ勝てる。勝とう。もらいに行こう。もらおう。拾いに行くぞ。吸ったらもう米しません。いや、すまん、決めた。勝つ。拾いに行こう。いや、こんなに早く走れると思わんかった。いける。むしろもっと速く走れる。もっと速く走れる。肺と体重さえ落ちたらもっといける。俺はもっと速くいける。いけるぞ。このみんさん、紙タバコやめればいける感じがする
ね。いや、もう価値格でしょ。向こうのリスナーからしたらタバコ吸えだよ。本当に。みやび勝たせたい人は吸ってくれだよ。唯一のだって、もう、ウィークポイントっつうかさ、絶対的に向こうタバコ吸ってスタミナないと思ってんだもん。だからボディ狙ってくんだよ。だからあと腹筋だね。うん。ボディ鍛えて体力あったらもう向こう嫌になるはずだよ。16オンスで倒れるわけねえんだから。このみんさんゴールじゃなくて信号待ちかと思ってびっくりした。本当はもうちょい早く行けると思ったんだけど、飛ばしたんだけど、まあ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 いいでしょう。まるちゃんさんと根性かな。ど根性じゃなかったね。根性もあったけど、根性もあったけど。人妻看護師さんおはようございます。そう、ペコリ初見でございます。もしよかったらフォローしてください。おはようございます。いや、根性とかじゃなくて、体が裏切らなかった。肺と心臓破れそうだったけど、足が、いけるよっていうのよ。重たいくせに、体が生って重たいくせに、パワーがついてんのよ。だから、なんだろう、もっと軽やかにいけんの。だから体重さえ落としたら、下手したら25分台いけるって、これ。26分切れる。体重落として肺が戻ったら、もう完璧。体力が今日の状態なの。体は強くなってる。むしろ。来たな、これ。もう、ちょっと絶望だったけど、走ってもタイム遅くなってたけど、ただの疲れだったんだよ。こんな感覚初めて。1ヶ月サボってたんだよ。人妻看護師さん何歳なんですか？34です。このみんさんドレさんの言う通りでしたね。ドレさんの言う通りだった。一回休め。全部疲れ抜けて。今しか抜けないからって。タイミングは俺が教えるからって。ごま塩さん、うん、俺の受け持ち、看護師さんがという間に離婚しちゃったのは、人妻看護師さん同じよ。でもわらわらわら。うんダメだ。いやーこれ楽しみだな。みやびはこれロムって見てたらゾッとしてると思うよ。走ってないから。多分明日か。塩さん人妻看護師さん予言しておくよ。今日の昼間か明日あたり絶対走り始めるから。絶対に5キロこのタイムであいつ走れないから。ビビるから。やべえっつって練習始めるよ。予言しておく。人妻看護師さんは愛、絶対ビビるから、みやび絶対今日から始めるよ。このみんさん走りに行ってからの顔つきすごい変わりましたね。いや、本気でやるって決めたから、毎回本気で走ってるけど、よかった。全力でいけた。いい、今日はいい。このみんさん今すごく生き生きしてる。すごくいい。すごくいい。あとはこいつだけで俺の心だよ。こいつに嘘をつかなきゃ俺は勝てるよ。面白いな。面白いな。いや運動でこんな感覚初めてだもん。いやいいね。ニンニ三家のこと出かけてたからお疲れ様。お疲れお疲れ。このみんさんいい気持ちで眠れそうだね。いやドーパミン爆発して逆に寝れない。興奮してるドーパミン爆発してるよ。やべえっていう、なんか体と対話ができたね。本当にこんな感覚初めて。体重差が10ゲージ以上あったら試合はどうなるの。いや関係ない、俺が落としてる。75まで増やしたんだよ、直樹兄さんの時。このみんさん目がすごく見張られてるもんね。75まで上げたの。要は10キロ上げたの。で、ベストまで戻す。65でいく。相手は72キロだから7キロ重いけど。関係ない。俺65のパンチあるから。頑張るぞ、気合い入れないと前に進まないからね。うん。いや、兄に今日ベストタイムだよ。26分40秒。うん。来た。来た。毎回全力で走ってんのに、本当に面白い。本当に面白い。絶好調。肺だけ。肺が絶不調なのに。
最高。こんな感覚初めてだわ。体がね、全然疲れなかった。びっくりした。疲れないってなんだと思ったもん。肺はヒュー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 言ってたけどね。面白かったな。これリングの上でこれだったら超気持ちいいよ。こっちは眠さ爆発。お風呂入ってきます、うん。メイク落とさなきゃ。写真忘れないでね。うん、写真。5月、6月。うん、頼むよ。いや、気持ちいいな。これ向こうのリスナービビってるよ、多分。ニンニさん、この気持ちを大切に明日からも頑張って、うん、そうだね、ニンニが走れって言ってくれたからだね。ニンニがそろそろ始めようって。コノミンさん忘れないよ、うん、私嘘つかないからね。オッケー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 。じゃあ約束ね。ゆりさん、ありがとう。花火ありがとう、ゆりさん。どっちき。俺も約束。コノミン約束。ニンニありがとうね。走ろうって言ってくれて。いや、よかった。ニンニが走ろうって言ってくれて。みんなのおかげだわ。みんなで作ったタイムだからね。今日のタイムは。積み重ねたやつが勝つよ。ポンさん花火ドンチキ。積み重ねたやつが絶対勝つ。うん、いける。絶対いける。体重何キロなんだろう。誰かさ、誰かさ、もしさ、プレゼント買ってくれる人いたらさ、俺ツイッターに住所書いてあるから、誰かお金の余裕ある人いたらさ、安いやついいから体重計買ってくんね。なんだっけ、オムロンじゃなくて、なんだっけ、タマ、なんだっけ、タニタだっけ、安いやつあるでしょ。誰か買ってくんね。俺の住所ツイッターに書いてあるから。今調べる。うん。なんか多分安いのあるでしょ、タニタ。体重計。誰か買って。コノミンさん体重計2000位であるよ、うん。あるよね。いや、てめえで買えよって感じなんだけど。いや、小好きだから。うん、いやー、よかったな。生まれて初めてだよ。私、オムロン。オムロンでもいいや。なんかタニタでも。安いやつ買ってよ。65まで、そろそろ3ヶ月だから仕上げないと、減量始めないとね。調整。痩せんのは簡単だから、俺。いや、気持ちよかったな。初めてだよ。走って気持ちいいっていうか、肺は苦しかったけどね。楽しみになってきたね、試合がね。コノミンさん、外国のはやめた方がいいよ。壊れやすい。うん。いやー、来たな、これ。これ、向こうのリスナーと、向こうビビってるよ。これニュースだね、これは。技術はラスト1ヶ月でもうかけるから。ジム通えてねえから。これ、勝ったわ。いや、よかった。最高。29。いいね。コノミンさん、安くても2000円はするやつをプレゼントしてもらおう。体脂肪はいいよね、別に。体重だけ分かったら。体脂肪絶対落ちてるはずだから。飯も食ってるし。ニンニ3送った。マジで送った。サンキュー。ねえ、メーカーどこ、メーカーどこ。ニンニ3 LINE も送るから。サンキュー、サンキュー。どこメーカー買ってくれた。サンキュー、ニンニ。ゆりさん、イエーイ。気持ちよかった。
じゃあ今日は皆さんありがとうございました。いろいろあるけど頑張ろう。いろいろあるけどみんなで一緒に頑張って泣いたり笑ったりみんなで楽しみましょう。一回きりの人生なんで好きな人と好きな時に好きなことを好きな場所で好きなだけやりましょう。お疲れ様です。おやすみなさい。お疲れ。今日何時間やってると思ってんのよ配信。終わりだよ。おやすみ。ドレさん見に行ってあげて。ドレさんにすげえ和道が感謝してたって言って。ドレさん見に行って。みんなドレさんに和道が感謝してるよって、すげえ感謝してたよって。お疲れ。